体の自慢できる部分は眉毛です。体の自慢できる部分は指の長さです。体の自慢できる部分は顎のシャープさです。おお。ということで3人組ガールズユニットアイスクリームの皆さんをお迎えしました。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。お願いします。お願いします。いやーフレッシュだね。いいしいわ。フレッシュなんだろうね。マッシュアップも世代交代だな。なんかそろそろやっぱね渡していかなきゃダメなのかな。俺らちょっとねずっと座ってちゃダメだよ。そうだよね。退いてからですね。そうだね。いやいや、それくらいね、フレッシュさきらびやかさはちょっとないもん。ないね。自分には先輩方とラジオすることが言って嬉しいです。いやもう言うなまな。なんてこと言うんだよ。今胸キュンしちゃったわ。本当にアクリル板を突き抜けて今言ったよね。キューン来ましたけど、ね、改めてちょっとお名前と自己紹介してもらいましょうか。はい、お願いします。アイスクリームのルイです。17歳の愛知県出身です。よろしくお願いします。お願いします。愛知県、うん、アイスクリームのゆなです。大阪府出身です。17歳です。よろしくお願いします。 お願いします、ね。で、ひなたです。16歳の宮城県出身です。よろしくお願いします。はい。アイスクリームはLDH プレゼンツザガールズオーディションにてエントリー総数約1万人ですよ。この中からグランプリを獲得したルイさんと、うんうん、ファイナリストのユナさん、うん、ひなたさんによる3人で2019年に結成。なるほど。1万分の3です。すごいね。すごい。高博くんの時も1万人ぐらいだったよね。いやー大変でした、このオーディションは。そうですね、まさか自分がグランプリをいただけるとは思ってなかったので、うんうん、こうやっぱりオーディション中はもう緊張と不安がもう入り混じってごちゃごちゃの感情になりながらもう必死にこう食らいついて頑張っていた思い出がすごくありますね、はい。もう2年前なんだね、オーディションは。そうですね。なんでそもそも受けようと思ったの？そうですね、私はずっと EXPG に通っていて、ずっと、うん、小さい頃からアーティストになる、 LDH の所属のアーティストになるっていうのがこう夢にあったので、ガールズオーディションがあるってことは、あ、チャンスがやっと回ってきたって思って受けるしかないと思って。なるほどね、うん、はい、受けましたね。ユナはどうですか？はい、そうですね、私がオーディションを受けたのは中学2年生の時だったので、うん、ちょうど中学3年生に上がるタイミングだったので、すごく進路を迷っていた時期でもあって、うん、だけど自分自身その夢がアーティストだったので、うん、受かりたいっていう気持ちはもちろんあったんですけど、正直不安定な夢でもあるし、うん、高校も行きたいしはどうしようってなった時に、うん、このチャンスが回ってきたので、すごく人生をかけたいオーディションでもあったので、うん、自分自身すごく強い思いで受けてました。そうか、高校生になる前だったんだ。はい。でも今は、高校は？今は高校は EXPG 高等学院に通わせていただきます。それこそ学長が、学長がこれね、でもごめん、今日学長じゃないからもうちょっとなんかふざけたとこ見せちゃうと思う。どうなの、いつもの学長とは違うの、この感じは。いや、そんなことないよ。いつもこんな感じ。いや、でも結構この仕事一番ふざけてるんですよ。どんな仕事よりももうなんかフランクにね、もう地元にいるかのようなトークをしてるんですけど、今日何にも準備してないし。ドフリーですか？ちょっと恥ずかしいんですけど、でもなんかいつもみんな真面目に授業を受けてくれてて、すごいね。いや、ありがとうございます。もう結成していろいろ活動して形になってきましたけど、はい、日向さんはどうですか？そうですね、こう今やっとこういう世の中にだんだんこう情報が解禁されていって、うん、私たちもすごく嬉しいですし、こうコロナの時期とかは本当にこう外に出れなくって、こう私たちアイスクリームとしてこう世の中に露出する情報がなくて、
こう自分たちもアイスクリームってい う, こうグループにはなったけど、こうどうなっていくんだろうってすごく不安だった時期もあったので、今こうしてそれこそエグザイルさんのこうと一緒に共演させていただいてることとか、本当にこうやっていろんな経験をさせていただけて嬉しいなっていう気持ちでいっぱいです。ひなたちゃんどうしたの、そんなにスラスラと喋れる。17歳でしょ。16か、しっかりしてんね。待って16の時何してた。え、聞く。夜な夜な公園でスケボーしてたわ。そうだよね。でもなんかこの間アメージングコーヒーの中目黒店にこうちょっと打ち合わせで行ってて、はい、でパッて見たらひなたちゃんが来てくれて、うん、あれるいちゃんも来てくれてた、ゆなも来てくれてた、はいはい、なんか制服で来てたよね。高等学院の制服で来てたから、あ、高等学院生がアメコを買いに来てくれてると思ったらアイスクリームだった。普通にいると思って、そうか、なんかちょっとすごい嬉しかった、学校帰りに買い食いだよね。買い食いだ、買い食いですよ。どうしてもチョコモンボが飲みたくなって、ね、買い食いってちょっとキュンだな。それ中目で、そう、中目で。でも一個言っていい、所属になったら一生タダだから。あ、ありがとうございます。もうこれだけはね、声を大にして言ってる、はいはい、うん、所属の特権です。ありがたいね。はい、ありがとうございます。すみません、飲んでください、はい、このアイスクリームですけれども、結成してから今までどんな活動をされてきましたか。うん、そうですね、まず e-girls さんの、ライブのツアーのオープニングアクトとして、うん、そうだそうだ、アリーナのステージに立たせていただくことができたりだとか、そしてやっぱりコロナ禍でもあったので、こう3人でこう家で過ごす時間が長く多くなった分、こう私たちが夢にこれからどんな夢をこう持って活動していこうだとか、それぞれ3人それぞれの思いだとかをこうたくさん話し合う機会が、時間が増えて、まあ、絆だったりもそうですし、ダンスやこう歌の練習だったりもこう時間にすごく費やすことができたので、いい2年間だったんじゃないかなと思います。まあそんなね、アイスクリームがいよいよ6月23日にデビューしたということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ついにデビューしましたけど、ファースト EP、 Maybe Yes EP、はい、これはどんな曲になってるんでしょうか。はい、Maybe Yes は恋する女の子の気持ちをピュアに歌った楽曲になっていて、こう私たち自身もまあ高校生ということで、うん、もうたくさんこうキュンキュンするあのこともこうドラマとかこう見て、3人でドラマとかを見たりする時ももうすごい女子高生としての私たちをあの楽しんでるので、こう今恋をしてる人もこれから恋をしたい人もぜひこの Maybe Yes を聴いてキュンキュンしていただきたいなっていう楽曲になっています。なるほどね。ミュージックビデオ撮ったんですか。はい、はい、撮りました。うん、ミュージックビデオの見どころはですね、あのすごくポップでキャッチーなグラフィックと私たちがこうマッチしている映像が見どころのポイントでして、すごくキュートで私たちのこうデビュー初めてのミュージックビデオにこうふさわしい映像になったんじゃないかなと思いますし、私の個人的にこう好きなシーンといいますかは、可愛いセットの中でダンスシーンがあるんですけど、うん、こう今まで私たちは歌で配信をして皆さんに届けたりとかはあったんですけど、ダンスのパフォーマンスをこう SNS を通じてたくさんの方に見てもらうっていうことが今までなかったので、こう初めて私たちのダンスシーンをこう見ていただける映像になっているんじゃないかなと思うので、そこにもこう注目していただけたら嬉しいです。この子たち JB 踊れますから。おー、豪華。芸能者16、はい、EXPG 高等学院1年生の最終目標 JB 踊ることになるので、1年生を超えれば全員踊れるようになるんですよ。それをね、フェストでやってましたね。めっちゃきついです。めっちゃきつい。伝統だね、もう JB はね。伝統芸になってる。すごいわ。だからなんかいつかね、みんなで踊りたいね。はい、踊りたいです。踊りたいです。ね、はい、いやそんな激しいダンスじゃないと思いますけど、可愛らしいダンスとあと素敵な歌で、はい、すごく素敵な曲になっているので、ぜひ聴かせていただきたいんですけど、曲紹介を。はい。アイスクリームで Maybe Yes。
というリスナー募集、この場で新しいあだ名を考えていきます。今日のあだ名をつけてほしい方はピオスさん、ゴールデンウィークが終わり体育祭の準備中です。コロナの影響もあって今年は縮小で開催になり保護者の観覧もありません。自分で言うのもなんですが私は足が速いので小学生の頃からリレーでアンカーを務めてきましたが今年は初めてクラスに私より速い人が、ちょっと悔しいですがクラスの優勝のために一緒に頑張りたいと思います。そんな私に応援してもらえそうなキャッチーなあだ名をつけてください、うん、ということで、はい、名前はですねひなこちゃんですね。13歳、中学2年生、おみんなより後輩ですね、はい、はい、バレーボール部で髪型はボブ、好きな食べ物はたこ焼き、サラダ、チキン、スイーツ、性格は活発な方で自分ではクラスのムードメーカーだと思って、なんか明るい子なんです、うん、まあ、この子のあだ名をですね、独断と偏見で勝手につけていこうと思って、はい、みんななんかあだ名あるんですか？あだ名ありますね。呼び合っているニックネームみたいなのあります、ね、例えばルイちゃんからはひーちゃんって言われてます。ひーちゃん、はい、ゆなからは違うの？ゆなからはひなたって呼びます。あ、なるほど、ひーちゃん、ひなたね、はい、で、二人のことなんて呼ぶ？私はルイちゃんって呼ぶんですけど、ルイちゃんにはヨコドンっていうあだ名があります。ヨコドン、メンバー内で普段呼び合う名前とこう友達も含めたみんなからのこうあだ名がありまして、みんなからのあだ名はヨコドンって呼ばれてて、私名字がヨコイなんですよ。ヨコイのイって真ん中に点打つとドンになるじゃないですか。確かに確かに。ヨコドンね。それで横ドンっていう、表記はひらがななんですけど、あ、表記も決まってる。あ、そうですよ、はい、ダンサーネーム的なよりこうひらがなの方がちょっと可愛く見えるので、ね、うん、そこがポイントで、こう中学校の時に同級生の友達からこうつけてもらったので、あ、それがそのまま、はい、うん、結構有名な。横丼の具材は何なんだろうね。乗ってる具はね、これは丼なのか、ね、あ、ね、そうですね、私はそうめんが好きなので、こう炭水化物、温炭水化物でこう丼にそうめん、丼にそうめん、
嘘だよ、強い、俺は米おめえ、うめえ、どうってことはご飯がないといけないですもんね、うん、そうだね、そうだね、ゆなちゃんもなんかあった？私はゆなちって呼ばれてます。ゆなち、ゆなち、はい、なんで、うん、私すごい食べ物がチーズが好きなんですけど、うん、もうチーズのイメージが強すぎてみんなからチーズのチーを取って、うん、ユナチーだ。ユナチーね、うん、横どんだのユナチーだの食べ物ばっかりこのひなこちゃん、ひなこちゃん ね、 ね、うん、ひなこって名前かわいいけどね、いいけどね、うん、何からいきます、ケンジさん。ね、俺ね、もう一個浮かんじゃったんだよな、マジで。ちょっとその1個もらっていいですか？いいんですか？はい、どうぞどうぞ。あのバレー部じゃないですか、はい、髪型はボブということで、うん、まあ、ボブバーレーってひなこちゃんの名前がバーリーじゃないかな。やっぱボブは結構キャッチーだよね。ボブキャッチーだ。ただこボブつけたらもうボブ以外できなくなります。確かに。なんだろうね、性格は活発な方でクラスのムードメーカーだと思う。ひなたある、うん、ちょっと待ってください、なんかちょっと寒い空気になりそうなんですけど、うん、いいんだよ、それを超えていこう。だってアイスクリームなんだよ。そうだよ、叫んでいかないとね。ケンチさんすごいね、今の。当たり前じゃないですか。すごいね、もうこれ確かに使えるな。使えるね。もしも今後なんか番組とか出て滑ってシーンってなったら、いや、アイスクリームなんだ、アイスクリームなんだ、冷たいんで、そうそうそうって言えるかもしれない。あのひなこちゃんとあの、はい、たこ焼きで、あのひなたっこ、ひなたっこ、たっこ、たっこのとこが大事ね。たっこひなたっこいいね。ひなたっこ、うん、いいですね。なんかちょっとムードメーカーってことなんで、こういろんなお友達が周りにいると思うんですよ、うん、だからこうひなたっこっていうグループみたいな。私は、私ひなたっこなんだよね。なるほどね。リーダーとして、そのアムラみたいなもんだね。あ、そうファンの名前みたいな。ひなたっこ、ひなたっこ、ね、ひなたっこ、ひなたぼっこみたいでいい ね、 ね、もこもこ、あったかそう、ね、うんうん、ひなたっこ、なんかこれを超えていけますか。おっと、せっかくなんでね。あ、じゃあ私いいですか。はい、どうぞ。あの、たこ焼きってかつお節がかかってるじゃないですか。いいね、踊るたかつお節ね。そう、わ、まあ、うん、かるよ。だからひなこちゃんとたこ焼きのかつお節をかけてひな節。技、技系。渋いな。ひな節、ひな節、渋いな。ひな節、いいね。ちょっとなんかダミ声で言えるからいいね。ひな節。言えていい、渋い系ね。いや、あ、いいね、いいね。ひなたっこ、ひな節、ひな節。この辺もいいですね。ルイちゃん、何かあります？私これ来ますよね。ハンドル来ますよ、ハンドル。行きたい、行きたいですよね。どうしますか？どうします？僕一個じゃ言うとしたら、どうぞどうぞ、はい、小日向。あ、小日向、小日向、ちょっとボブっぽい。小日向さんでいいな。かわいい、うん、いいね、小日向さん。じゃあ一回挟んだから、ね、そろそろ浮かんだから、余計なんか浮かしてくるじゃないですか。浮かんだよ、今ね。ひなたこチキン、どうですか？ひなたこチキン、ひなたこチキン。だからもうとにかくひなこちゃんの好きなものをこう呼ばれたら嬉しいじゃないですか。詰め込んだね。好きなものを呼ばれると、一緒に合わせてるみたいな気持ちになると思って。追い込まれていいね、今の感じね。まずですよ、まずですよ。追い込まれてたらいいよ。ひなたこチキン、ひなたこチキン、ひなたこチキン、ひなたっこ、なんだっけ、ひな節です。ひな節、ひな節、ボブバレー、ボブバレー、はい、小日向、はい、小日向、はい、5個出ましたから、はい、どうしましょうか。気合を入れたい時はひな節、うん、あ、してひな節、ね、日常的に呼ばれる時はひなたっこで、ひなたっこ。自分は退いたね。はい、そうですね。じゃあひな節で、ひな節、ひな節でいきましょう。嬉しいです。言い方も大事ですから、はい、そうだね、言い方大事ですね。じゃあピオさん、改めましてひな節決定しました。
ちゃうよ。何個言っちゃつまんない。やっやっやっ。火がついた理科でファンベしちゃう。君に胸がホットホット。やけどしたって触れてみたい。俺はマイベイ。見つかるまで星に願う。I'm sorry だけど待ってるだけじゃ終わらない。Let's go 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 アイスクリームでスクリームアウトでした。 FM 横浜レディオマッシュアップ、そろそろお別れの時間です、はい、今週はゲストにアイスクリームの皆さんをお迎えしましたが、うん、いかがでした？私たち自身小さい時からすごく有名であったこのデビューっていう節目を迎えることができてすごく嬉しいですし、もうこんなにもたくさんの方に応援してもらえるなんて思ってもいなかったので、もちろん今応援してくださる方も含めですし、これから新しく私たちを好きになってくださって応援してくださる方々と一緒に大きな夢を叶えていきたいっていう思いが私たちの一つの目標なので、それを目標に頑張りたいと思います。うん、素晴らしいですね。るいちゃんいかがですか？はい、小さい頃からこうエグザイルさんのライブはこう何度も行かせていただいてたので、うん、はい、ケンチさんとこう哲也さんとこうしてラジオをご一緒させていただくことができて本当にこう嬉しいです。ありがとうございました。楽しかったです。はい、めちゃくちゃ応援してますんで頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。だからひなたちゃんも感想もしもあったら、うん、はい、本当にこうやってラジオをさせていただくことが初めてだったのですごい緊張しましたし、こうしかもこうエグザイルさんのこうお二人をこう目の前にしてトークするのはもう本当にもう何を話したらいいんだろうってすごい思ったんですけど、なんかこうしてこう初めてのラジオを迎えることができて、なんか今後またご一緒できたらいいなってすごく思うんで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。めちゃめちゃ喋れてたよ。一番むしろ一番喋れてた。僕より喋れてた。あとね、2、3年したらもうスラスラになると思う。いや、ここに座ってるかもしれない。変わってるかもしれない。変わってるかもしれない。ね、ここはもうね。はい、でもまた来てほしいですね。はい、ぜひ、うん、遊びにいらしてください。はい、はい、お願いします。お願いします。それでは来週も日曜日の夕方6時半にお会いしましょう。エグザイル立花健一とエグザイル哲也とアイスクリームのルイ、ユナ、ひなたでした。バイバーイ。バイバーイ。